海に眠るダイヤモンド第1話を見たので、それに関して話していきます。このチャンネルではこのような情報も発信しています。チャンネル登録、高評価を賜りますと新しい動画が上がった時に見つけやすくなりますので、何卒お願いしたい所存です。概要欄、ブログ記事でもネット反応などまとめてみましたので、よければご覧ください。ということで、予算がかかってます。日曜劇場は1年に1本ぐらいこういう本気度合いが感じられる作品が生み出される時間帯でもあって、これが今年のかなり力入れている作品なのかなと思いました。そんなわけで第1話を振り返ってまいりましょう。2018年夏、東京、その日暮らしのホストレオは出会ったばかりの怪しげな婦人泉から突然プロポーズされる。ホストクラブに案内すると、泉はレオのために大金を使ってくれるという場面から始まってましたね。そして長崎の端島に一緒に出かけて、そこで船に乗って端島を眺めている泉が号泣している姿がありました。泉は何か魂胆があって、それでレオに近づいてるっていうのでね、ただ単にこうイケメンだと思って近づいてるというのとは違った何かがあるんだろうなというね、そういう事情を抱えてるようでもありました。まあ、レオと、まあ、昔の時代でね、まあ、鉄平が瓜二つだっていうね、そういう場面でもありましたよね。今のところまるで関連性はないけども、おそらく、まあ、2018年ということで、その2年後の2020年に自粛騒動でホスト業界などの飲食店が大打撃を受けるんで、そこで、まあ、レオもホストとしてやっていくのが厳しいなっていう状況になって、心を入れ替えて何か新しい展開になるのかなとも思いました。だからホストドラマとして最終回まで行くとかいうのはないとは思うんですよね。たまたまね、こう現代の自堕落な若者を描く上でホストっていうのを、それを当てはめたっていうだけなのかなと、世間が注目してる職業っていうのもあって、ね、現代だと売りかけとかそういうのも問題とされてますし、それこそホスト業界ってね、税金もグレーゾーンじゃないかとかも言われてますんでね。だからあの謎の婦人に関しても、もしかしたらね、ホストのレオを調べるためのマルサの女とかなんですかね。まあ宮本信子さんが演じてますからね、バチッと調べるっていう、そういう驚くべき展開とか、まあ冗談は置いといて、まあ、世間がそういう風に注目してるのをたまたまレオに当てはめてるってだけなのかなということを思うんだよ。このドラマ以外にも最近だと地面師たちっていうドラマでホストが登場して、まあボコボコにされてる場面がありましたね。まあ面白かったなっていうのもありましたけども、まあそういう感じでね、どこかふわふわしてる生活をしてる感じでホストが描かれてるように思いましたね。まあ実際にはホストも売れっ子になるにはものすごい努力しなきゃ、とてもじゃないけど成り立たないっていう大変な職業だと思うんですけども、まあ世間のイメージっていうので分かりやすさとアイコンとしてホストなのかなと、そんな風に思いました。まあ、あとはこの現代編に関してはね、不可解さがいささかあるという、それがどうなのっていう意見も出てますけど、そこら辺は意図的にやってる場面なのかなと思いました。要は現代編でのね、謎の婦人である泉がいますけども、それが過去編のリナなのか、ユリコなのか、はたまた朝子なのか、この3人の女性の誰かなのかと、視聴者にあえて分かりづらくさせることでミステリー要素を盛り込んでいるのが、次回も見てみるかという視聴継続の動機づけにもつなげようとしているという意図した不可解さが、ああいう演出を盛り込んでるように思いました。だから現代編だけを見るとね、どうもなんかすっきりしない場面というかね、一体あの夫人は何を考えてるのか、まるっきりこう意図が読めないっていう不可解さある行動で、それがどうもなーっていうことだけど、そういう感じの感情をあえて呼び起こすことでのすっきりしないものが、次回も見てみるかっていう、そんなものにつながるのかなと思いました。それで過去編ですよね。なんといっても端島で、1995年春、端島炭鉱員一平の家に生まれた青年鉄平は、郊外の大学を卒業後、島の炭鉱業を取り仕切る高場工業の社員として戻ってきたと。幼馴染で同窓の賢章と百合子も祈祷した。鉄平の兄新平や島の食堂の看板娘朝子、鉄平の母春ら皆が鉄平の祈祷を喜ぶ中、一平だけは激怒していました。まあおそらく一平が激怒しているのは、手塩にかけた自分の息子が
大学も自分の島の外に出たから、これで自分たちとは関係のない仕事に就くんだなと、息子の幸せを願うがゆえに喜んでいたのに戻ってきたということで、なんで戻ってくるんだよと、それが随所で描かれていた、まあ、石炭を掘っている人への職業差別で、もうね、島の外に出たら自分の職業を名乗らない方がいいとも発言されてましたんで、しかも端島は現在は廃墟にもなってますから、我々現代人から見るとそこにいる人は全然別のところへ行ってる運命が分かってる状態で見てるので、まあ、そこに戻ってきてる鉄平に対してやるせなさを感じる場面でもありました。鉄平自身はね、笑顔で帰ってきたぞとかね、船の上から自分の島に向けて叫んでる場面とか、幼馴染のねことも再会して喜んでたけども、言っても彼らにはハッピーな運命はないんだなっていう、それが分かって見てるとね、胸を締め付けられる場面にも感じました。ちょっとね、明るい表情で描かれているけども、それがね、我々から見ると悲壮感が漂っているようにどこか感じてしまうような場面にも思いました。まあ、そういう感じで現代から見てると、そこに行き着くまでの運命とかも分かってる場面と、とはいえ現在でも職業でまあ人々を軽視する人っていうのがゼロではないっていう状況なんで、そういう部分でもね、現代だとあまり給料も上がってないっていう、そんなフラストレーションを抱えながらね見てると、何か現代に通じるような、そういうね、虐げられてる人々の共感とか、ああこういうことって現代にもあるんだなっていう、現代に通じるような場面というのも、人間同士の摩擦というのもね、描かれていくんじゃないのかなとも思いました。まあ、泉の正体は朝子ですね、おそらく。というのも、リナはちゃんぽんを食べてる時の聞き手が違っているとか、そういうのと、あとレオと一緒にちゃんぽんを食べてるシーンで、銀座食堂のキクラゲを入れてるシーンがありましたね。わざわざ別のお店のね、キクラゲを入れてるシーンがあったんですけど、そこでなんかエコーの効いてるチャポンってキクラゲを入れてる効果音だったんで、あれは自分のお店を思い出しているっていう、そういう表現だったんだろうなと思いました。あとはまあラストシーンでキリシタンの十字架を触ってるユリコがいて、泉もそのネックレスを触ってる場面があったので、あれが要は現代と昔を思わせる場面のように感じました。まあ朝子自身はどうやら鉄平のことをね、好意を寄せてるようだけど、それは一方的な思いで、で鉄平自身はリナに対してねアプローチしているけども、リナはその気持ちを快く引き受けてるわけではないっていう、そんな関係がね早くも見えてきたりもしました。謎の婦人ということに関しては、まあ大衆を引きつけるミステリー要素なんでね、まあ軽い感じの謎にしてるのがね、逆にいいんじゃないのかなと思いましてね、それがメインのジャンルじゃなくてね、これぐらいの軽い感じのミステリーで、なんとか注意深く見てる人だと気がつくぐらいの要素なのがいいバランスだなと思いました。ちなみに話題になってるあの端島を再現しているセットですけどね、ドラマ好きの人はもう視聴を継続しようと決める人も早くもいるぐらいのクオリティの映像だったともありました。あれを蘇らせるためにね、事前番組で説明している番組があって、まあ今も TVer で見れたんで見たんですけど、未だかつてない規模のロケセットを制作したと、そう銘打っておりましたね。結構大規模な工事であのセットを組み立てたようでね、だからリナが歌ってる場面はあそこはセットでやっていたということですけどね、とは言ってもね、こう円形で撮影してる場面とか、あそこはまあ多分 VFX っていうか、まあそういうものを当時の端島を再現してると思うんですよね。あの海のシーンの鉄骨とか、まあひょっとしたら VFX なんですかね。やっぱいずれにしてもね、セットなのか VFX なのか見分けがつかないぐらいのクオリティですよね。まあ別に 100% セットじゃなければいけないなんてこともないですし、まあどっちかというと VFX とかそういうのを好きな人間でもあるんでね、まあそういう風に現代技術とセットとかをうまく組み合わせて円形で撮ってるやつとか、そういうのでね、映像を仕上げているんだなというので、
まあ、分かる人には分かるでしょうけど、パッと見だとどっちか分かんないぐらいのクオリティでね、こういう技術がどんどんと日本のドラマにも、ね、採用されてて、ネットフリックスで、ね、発信されて人気な作品になってほしいなと思いました。まあ、そんな感じで、ね、クオリティもさすがのものがあるんだな、さすが日曜劇場と思ったんですけど、まあ、あとは個人的に、ね、まあ、ちょっと注目してる場面というか、まあ、そういうので演者の方でね、現代編で、ね、ヘッドホンを首にかけていた彼ですよね、まあ、JO1 の豆原一成君っていう方でありますけどね、うん、まあまあ、JO1 っていうグループは CJ と吉本興業と密接に関係しているラポネっていう事務所なんですけども、まあ、TBS は CJ と今後3年で3本以上の地上波ドラマと2本の劇場用映画を共同制作することで合意したとも報道されてるんで、おそらく今後3年はいろいろな TBS のドラマとか、まあ、そういう劇場作品で、まあ、JO1 と INI とあと MEI とかのアイドルが出演すると思われますんでね、俳優とかがよく使われてるなんて指摘ありましたけども、おそらく今後3年は、まあ、そういう感じの人が起用されるんだなってことで、 JO1 自体は紅白出てるとか、うん、それぐらいなんかまあ人気のグループではありますけど、まだ世間ではそんなに知られてるわけではないですけども、まあそんな感じで今後登場が増える人たちがいるんだなっていうのは世間の流れをね理解する上ではいいんじゃないのかなと思いました。あとは過去編に登場してる主婦役としてハルさんがね、中島智子さんが演じていますけども、羽島はまあ南の国からっていうそういう感じだけど、あなたはむしろこう北の国からのそっちのこのホタルのイメージが強いから真逆のね、こう地理的な部分での面白さを感じたりもしたんですけども、いずれにしてもね、そういう感じで宮本信子さんとか長島智子さんとかの大女優がこの作品に登場してるぐらいの力の入れようっていう部分で、それこそまあ日本のねドラマの中でもいろいろ賑わせてきた人たちが結集している作品なんだなっていう、それがね話題作になるのは間違いないんじゃないのかなと期待してみたくもありましたね。まあ来週は選挙でねお休みなんで、その次の次の週でね、まあやるみたいではありますけども、まあ、むしろね第1回目だけだから、それで SNS で拡散する期間が2週間あるんだなっていうのは、むしろ優位に働くぐらいのそれぐらいのね力の入れようだとも思うので、2回目がむしろね視聴率がぐんと上がるんじゃないのかなという期待をしてもおります。チャンネル登録高評価お願いします。